株式会社、ヤクルト本社は日本の飲料、食品、化粧品、医薬品メーカーである。マスコットキャラクターはヤクルトマン。コーポレートスローガンは人も地球も健康に。乳酸菌飲料メーカーとしては国内最大手。国外売上比率は4割。海外では39カ国、地域に進出している。プロ野球チーム、東京ヤクルトスワローズの親会社である。 そのため、杉浦徹や青谷進萩原孝彦、五十嵐隆、明、花田正人等の元スワローズの選手が何人か、社員として在籍している。また、陸上競技部が存在。2007年からは、BJ リーグ、埼玉ブロンコスのオフィシャルパートナーも務める。2013年からは、日本プロサッカーリーグ、ジェフユナイテッド市原、千葉のオフィシャルパートナーを務める。 堀住成までは、日本官僚制総合時点、1868から2 0 0よるヤクルト事業創業の石踏み、福岡市中央区東人町のホークス東人、通り沿いにある、大田保護金研究所はこの石踏みの付近にあった。2009年に子会社の福岡ヤクルト販売により、同社創業を50周年記念として混流された。近年は、 スリム化のため工場の大規模化統合を進めていて、2015年には食品工場が本社後、子会社後に集約された。福島工場を除き、一般の工場見学を予約制で受け付けている。少人数単位でも見学可能。キリンビールグループと2005年6月に包括事業提携の覚書を締結。清涼飲料水や健康。 機能性食品事業の共同展開を開始した。フランスの乳製品メーカーであるダノン社は欧米の食品メーカーからの敵対的買収を防ぐために先手を打ってヤクルト本社の買収を計画、企業規模を拡大することで生き残りを模索した経緯がある。独自路線を施行したヤクルト本社側の猛烈な抵抗により破断となったが結果的に筆頭株主となった。 このような背景もあり、2004年より海外の乳酸菌事業でダノン社との提携が行われている。なお、国内でダノンジャパンがヨーグルト事業を展開しており、主要販売先として味の素が関わっているため、インドをはじめとした日本国外に限っている。戦略提携関係は2013年4月で終わったが、引き続き協業関係を維持するため新たに覚書を、 交わしている。ダノンは2018年3月27日、ヤクルト株を一部売却し、持ち株比率は21.3%から6.6%に低下した。その後、2020年にヤクルト本社の株式をすべて売却し、資本関係に終止符が打たれた。ブラジルのヤクルト以前のヤクルトガラス瓶販売ルートは、ヤクルトレティによる訪問販売とスーパーマーケットや コンビニエンスストアなどの量販店、食料品店の店頭、自動販売機がある。ふとじはヤクルトレティによる専売品、シャジは店頭販売のみの商品。ヤクルト本社により製造、販売されている乳酸菌飲料である。ヤクルトはエスペラント語でヨーグルトを意味するジャハートから作られた造語。ヤクルトを代表とする乳製品乳酸菌飲料が その創始者である大体博士により、日本国民の健康に広く寄与するために国内に広められて以来、明治頑張れ元気、ローリーシリーズ、クロレラライトシリーズ等、類似商品が多数製造、発売されている。これらは、発購乳製造技術を持つ企業による製品であり、多くの製品が LKCE という指名の乳酸菌が利用されている。近年では、 LKCE の中でも株生でこだわった商品も多く、特定の禁種ごとの健康効果を PR している。先発医薬品、後発医薬品ほか、多数創始者の大タミノルは、多くの人の健康に寄与すべく、はがき一枚程度の値段で買えるヤクルトを、経営標語とした。ヤクルト球団関係者ほかヤクルトは2005年世界水泳モントリオール大会の、公式飲料として、 フィーナに認定された。番組を独占中継しているテレビ朝日と BS 朝日ではアントニオ君を起用した TBCF を数回にわたってオンエアし続けてきた。また、試合会場にはヤクルトの容器を模した広告看板が目立つところに置かれているほか、表彰式の際にはパネル等を通じてヤクルトの文字が t e カメラに映るようになっている。ヤクルトには 中、長距離種目の選手が所属する陸上競技部があり、東京マラソン初代王者のダニエル・ジェンガなどがところ、属している。過去には、駒沢大学陸上競技部監督の大谷博明や、明治大学体育会競争部駅伝監督の西、広美なども所属した。またニューイヤー駅伝の常連チームでもある。陸上競技部の寮は、スワローズの二軍寮であるヤクルトスワローズ戸田寮の、 隣にある現在の主な所属選手、ありがとうございます。